はい、どうも、鬼丸です。マックス村井の休息やっていきたいと思います。まあ、これもヒカキン同様、有名 YouTuber のコラボのステージですね。ギミックは重力バリアとワープらしいですね。まあ、初見です、これ。この隙間いけるかな？いった。毘沙門天のな、ダンクレーザーがな、使いづらいんよな。ハート取っとくか。ダンクレーザーちょっと利用するかな。あんま綺麗に当たらんかったな。さあどうしよう。これもダンクレーザーで。無理や。無理じゃな。変なとこ行った。勝手に手が離れた。すっげえハート出てくるな。どうしたの？今んとこ、イージーじゃない。よっしゃ、ダンクレーザーだ。これもちょっとダンクレーザーで。よし。これもカンカンかな。ちょっと火ダメが気になってきたな。現代に待てたい。もうちょい、ダメか。ハート欲しいな。出んかったな。強そう。現代のストレクソットって何だろう。あー、ビットン系か。よっしゃ、これちょうどダンクレーザーが狙えるな。あ、違うわ。これと本人じゃ、毘沙門天だった。しかもミスったしでショットは。ダンクレーザーうまく当てたい。あ、ダメだった。これ本人の声かな。まあ13号機にあげてはいくか。この13号機も。どうしようかな。
まあ、適当にこの辺でカンカン刺しとくか。適当すぎたな。ダンクレーザーをぜひともマックス村井に当てたい。こうか？この辺か？ダメだ、ダメだった。まあこれはカンカンで。ちょっと火種がきつい。ハートが出てこん。うわ、ミスった。大事な局面で。どうする？使っとくか。オッケー、ヒーリングウォール。これ良かったの使っていて。やべやべやべ。おお、あっぷねー。マジかよ。危なかったー。回復、回復、回復。よし。まあ13号機に当てるぐらいかな。これもなぁ、ストライクショット使えんなぁ。とりあえず蘇生倒しとこう。よし、みんなに当てた。みんなじゃなかった。おお、やっべ。ミシャモンテンのストライクショットはメテオ。オッケー。よし。これでだいぶ火ダメが抑えれたんじゃないの。ダンクレーザー食らえ。よっしゃー。また一緒にモンストやろうね。だってよ。はい。というわけで、マックス村井の究極濃厚スピクリでした。ではでは。